はい、どうも、B レジェンド鍵谷でございます。皆さん、もう今ね、手元に何か持ってるので、なんじゃこらと思われたかと思いますが、ご覧ください。じゃじゃーん、 B レジェンドカレーでございまーす。イエーイ。ね、もうトレーニーに限らずですね、もう子供から大人まで、もうみんなね、もうカレーとラーメンって言ったらもう嫌いな人いないですよ。カレーとラーメン。まあ、特にカレーだと思う。僕はカレー大好きなんですけれども。ということでね、今回ね、B レジェンドのカレーができました。B レジェンドのカレー。でね、まあ特徴で言うと、まあ本当レトルトカレーなんですけれども、高タンパクであるっていうことが非常に売りです。高タンパク。一食あたりエネルギーが254キロカロリー、タンパク質が 31.7 グラム、脂質が 8.1g、炭水化物が 11.3g、まあ、食塩 2.2g なんですけれども、まあ、非常にね、今この脂質と炭水化物の量を見てもらうと分かってもらえると思うんですけれども、あとタンパク質ですね。まあ、トレーニーに比較的優しい。比較的カレーで考えると脂質や炭水化物は少なめで、高タンパクなものに仕上がってますので、で、鶏肉を使ってます。国産の鶏肉。なかなかね、厳選して、若鶏、いい若鶏、鶏肉使ってるんですけれども、非常にね、柔らかくて美味しいです。で、あとクコの実とかね、入れることで、ちょっとこう、なんていうのかな、代謝上げてみたりとかね、まあ、トマトペーストとかね、入ってます。あ、あとこれか、塩、なんかね、鶏だし風味調味料とかね、おろしニンニクとかいろいろあるんですけれども、まあ、これも、まあ、これ塩書なんですけれども、まあいろいろ生姜とかね、おろし生姜とかおろしにんにくとか山椒とかね、クコの実とか、まあカレー粉ももちろんですけど、まあウコンとか、なんだろう、調味料もこれいっぱい香辛料とか入ってるんですけれども、で味はちょっとスパイシーな中辛です。めちゃくちゃ辛いことはないです。だからもう超辛いのしか嫌だっていう人はちょっと物足りないかもしれないですけど、まあ甘いのしか食べれないっていう人でも十分食べれる辛さだと思います。まあそんな感じでね、レトルトの B レジェンドマッチョカレーですね、名前が B レジェンドマッチョカレー。まあじゃあ早速ね、食べてみましょうということで、早速作っていきます。では行ってきます。ということで、はい、帰ってまいりました。ですね、もうちょっとね、ご飯をね、なんかこんなちっちゃいのですけど、こうチンしてね、来ました。で、カレーも温めてきました。こんな感じです。わかるかな？見せれるかな？ほら、こんな感じ。美味しそうでしょ？ね。じゃあ早速食べてみましょう。熱っ。ちょっとね、先に、スープっていうの？ルー？だけちょっと食べてみようか。いただきます。美味しい。おー、ピリ辛、いいね。熱っ。よし、ご飯も入れたからね、カレーライスでいただきますよ。カレーライスで、はい、いただきます。おー、ちょっとまずはルーでいただきましょう。うん、美味しいよ。よし、じゃあチキンもいただきましょうかね。よし、いただきます。うん、美味しい。うん、お肉ゴロゴロだね、やっぱりこうやって見るとね。ほら、もうだいぶ食べちゃったけど、お肉ゴロゴロ。お肉、柔らかくて美味しいし、いいよ、これ。うん。で、これ、お召し上がり方。電子レンジ、容器に移してラップかけて温めてください。と、熱湯の中に3から5分って書いてあるね。はい。おー、美味しいな。なんかサンプルよりちょっと辛くなってるかもしれないな。でも美味しい。僕辛いのあんまり得意じゃないんですけど。でも大丈夫。うん。クコの実も入ってるね。これね。いや、美味しいな。うん。やっぱり、脂質炭水化物もそうなんですけど、タンパク質が 31.8 だっけ ?31.7 か。取れるっていうのがいいですよね。うん、
1食で 30g っていうのはね、あの皆さんおすすめします。ぜひぜひ、あのうん普通に食べてますねって言ってなんか食レポしでもしたいんだけど、あの美味しいからちょっとなんか早く食べたいみたいなはい、うん、うんふんふん、もうあのなんかもう完食してから喋ろうっていう雰囲気がありありと出てますよねうん、うん、こんな感じ、あの完食、一気に完食したくなる感じ、うん、マッチョカレーうまいな、マッチョカレー、もう減量中の人からすれば飯テロだね、飯テロ、うん、いやうまいんだよ、うん、まあなかなかまずいカレーもないけどねうん、こういうのもうまい、ごちそうさまでしたって食べちゃったね結局うん、まあこんな感じでね、あの1食でタンパク質 30g 以上 31.7g 取れますし、ぜひね皆さん、食べていただければいいんじゃないかなと思います。まあ減量期でもね、まあチートデーで食べる食べないっていうのもあるかもしれないけど、あのまあ脂質も炭水化物もかなりね抑えられてますのでいいんじゃないかなと思います。でまああのプレゼントなんかにもいいですよね、あのマッチョカレーですから、まあインスタ映えもするんじゃないかなと思います。なんかマッチョカレーって届いたら何これみたいなね、あの喜んでもらえるんじゃないかなと思いますので、ぜひまあこのねパッケージも皆さんなんか SNS なんか上げてもらっても面白いんじゃないかなと思います。ということで、ビルディングマッチョカレー最後はただ食べただけでしたけれども美味しかったです。ぜひ、皆さんグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。